こんにちは、まなぶです。今回は YouTube を伸ばすためのテクニック10選ですね。こういったテーマでお話をしていきます。で、先日にこういったツイートをしました。で、ここに YouTube を伸ばすテクニック10選っていう風に羅列していて、で、上から順番に読んでいくと、まず1つ目が価値が伝わるサムネ、で、次が分かりやすいタイトル、その次が複数カテゴリーでテスト、で、その次が有名人の関連枠を狙う、で、その次がアクセス解析を見る、コメント回答動画、公開時間をテストする、再生リストの整理と誘導、で、その次は無駄に長い動画 NG で、一番最後はタグ入力もしっかりって感じですね。で、今回の動画に関しては、僕は実際にやっている YouTube の動画の閲覧数ですね、あとまあチャンネル登録の増加にもつながるんですけど、まあ、このあたりを伸ばすテクニックですね、これをもう一挙に解説していこうと思います。で、僕自身1年間ぐらい YouTube やってきて、で、今、チャンネル登録20万を超えることができたんですけど、まあ、結論からまあ正直言ってしまうと、まあ、僕がやっているアクセス解析とかテクニックってもう今回の動画でまあほぼ全てなんですね、まあ、ほぼっていうかもう完璧に全てなんじゃないかってぐらいです。まあ、なので、これから YouTube 始める人、もしくは今伸び悩んでいる方ですね、この方はぜひこの動画を見て、で、それで1回でもし頭に入らなかったら、まあ、繰り返し見ていただいて、で、それで実際にこう実践をしていくっていうことをすると、確実に数字に現れてくると思います。で、めっちゃ有料級なんですけど、もちろん無料で出していくのでぜひご覧ください。というわけで、早速始めていくんですけど、伸ばすテクニックですね、10選でもう1回掲載するとこちらの通りです。で、結構今回長くなっちゃうかもしれないんですけど、上から順番に解説をしていきます。で、まず1つ目ですね、価値が伝わるサムネ、で、ここが最重要だと思います。じゃあ、なんでサムネが最重要かっていうと、これ見てる方に質問したいんですけど、YouTube こうパーって見てるじゃないですか。で、パーって見てる時に、なんか家でこう寝転がりながらなんか面白い動画ないかなみたいななってる時に、じゃあどうやってその動画を見る見ないっていうのを判断しますか。で、大半の人っていうのは多分最初にサムネを見るじゃないですか。で、サムネ見ておってなって気になったら、その次に、まあ、タイトルを読む、もしくは、タイトル見ずに一回こうクリックしますよね。で、クリックすると、まあ、その動画再生されるじゃないですか。で、再生された時に、最初の多分10秒とか15秒ですね、それぐらいで、あ、これ面白そうだなと思ったら見るし、つまんなかったらもそこで閉じますよね。で、今って何を伝えたかったかっていうと、視聴者が動画を見る見ないっていうのを決めるときに、サムネ、タイトル、導入ですね、この順番で見ていくってことですね。まあ、要するに最重要がサムネで、その次がタイトルで、その次が導入っていう感じです。なので、今回サムネですね、サムネどんな感じに作ればいいかっていうのをお話していきます。まあ、なのでこのサムネとタイトルと導入めっちゃ重要なんですけど、今回はサムネにフォーカスしてお話をします。で、タイトルに関してはこの次でお話します。で、導入の作り方に関してはまた別の動画っていうのがあるので、それ概要欄に載せています。で、これサムネですね、ポイントっていうのが3つあります。で、まず1つ目っていうのが価値が伝わることで、2つ目が視聴者が気になることで、3つ目が文字が読みやすいことですね。このあたりっていうのポイントは必ず押さえてください。で、最初にじゃあ良い例を見せますね。で、良い例が、こちらの僕のサムネですね。で、これ、上からこうドバーンと、アフィリエイト基礎講義みたいな、で、それで、下の方に吹き出して3万円を稼げますってなってるじゃないですか。で、このサムネの狙い何かっていうと、まず価値が伝わりますよね。アフィリエイト基礎講義。あ、これがこの動画の価値なんだっていう。で、プラスで、視聴者が気になるっていう場所も訴求しないといけないです。で、この気になるって場所は吹き出しにしてるんですね。3万円を稼げるって。え、3万円本当に稼げんのみたいな。気になる気になるってなるじゃないですか。で、とりあえずポチーみたいな。っていう感じです。で、あとは、文字が読みやすいってことですね。で、これも、まあ、文字のフォントサイズっていうのはある程度大きくしないと、YouTube をこう、だらだら、こう、スクロールしてるときって、まあ、そんなにこう、ゆっくり見ていかないじゃないですか。だから、ちっちゃい文字とかだと、こう、見えなかったり、まあ、一瞬なんで読み飛ばされちゃうんですよね。その、視聴者というか、まあ、この動画見てる方もそうなんですけど、この、なんか、動画を探してるときってもう結構高速でスクロールしますよね。なんかこう、スースーみたいな。だから多分、一つのサムネあたりで1秒もかけてないと思うので、まあ、1秒以内で見て認識できる文字のサイズ。まあ、このあたりってその厳密に定義っていうのは難しいんですけど、他の有名な YouTuber のサムネを見たりとか、あと自分なりにこうテストしていって探していく感じですね。っていうのがまず、いい例の紹介です。まあ、ただ僕自身もこのサムネっていうのはもちろん研究中なんですけど、まあ、とはいえなんですけど、1年間ぐらい YouTube やってきたんで、いや、このサムネダメだろうっていうのはもちろんわかるんですね。で、それ具体例を出していきます。で、他のチャンネルからこのサムネダメですって言うとなんかちょっと感じ悪く見えちゃいそうなので、昔の僕の動画からピックアップしていきます。で、まず一番最初こちらですね。で、これが、ブログ記事の書き方っていう動画なんですけど、これサムネなんかもただのイメージ画じゃないですか。でもこれ完全にダメですね。で、なんでかっていうと、まあ、この動画出てきても多分誰もクリックしないですよね。だから、これ全然良くないですね。まあ、ただこの動画に関しては再生数結構多くて、
で、なんで再生数多いかっていうと、僕が運営しているマナブログっていうところからこう誘導しているので増えているだけですね。この動画単体だったら全然伸びないと思います。なので、ダメな例です。で、続いて2つ目がこちらの例ですね。で、これ、まあ、サムネ見ていただけたらわかるんですけど、僕がなんかこんな手に何か持ってるじゃないですか。でもこれ全然意味不明ですよね。だからこれもダメです。で、これ確か、ヒゲ脱毛行った後なので、まあ、なんか商品見せてるのかわかんないですけど、まあ、こういった感じで、なんかこう、全然何してるかよくわかんないみたいな、こういうのも全然 NG ですね。で、もう一つ例を出すと、それがこちらですね。で、これに関しては、まあ、パッと見、まあ、ちょっと綺麗そうに作ってるじゃないですか。なんか無料で解説みたいな風に書いてあって、下になんか文字がちょこちょこ書かれてるんですけど、でも基本的にこれも NG で、なんでかっていうと、このサムネが出てきた時に、最初にパッと目に入るのって、無料で解説っていう文字なんですよね。で、無料で解説って言われても、なんか、えみたいな、なんかよくわかんないじゃないですか。だから先ほどのポイントがありましてね、サムネを作る際のポイントで、もう一回繰り返しておくと、まず一つ目が価値が伝わる、二つ目が視聴者が気になる、で、三つ目が文字が読みやすいですね。で、今僕が最後にお見せしたダメな例のサムネっていうのは、これ全然価値伝わんないんですよね。最初のこの一番大きい文字のところで無料で解説っていうのがこう強調されていて、で、これは全然ダメですね。ダメな例なので真似しないでください。はい。というわけで、今回サムネの作り方について解説したんですけど、ここに関して、じゃあ適切な学習方法は何かっていうと、これ結論も上級者から学ぶことだと思います。で、僕も最初、この YouTube 始めた時に、ヒカキンとか、まあ、はじめ社長とかですね。まあ、そういった人たちのサムネってのをこうずっと見て研究してたんですね。だこういった感じで、まあ、トップ YouTuber でもいいですし、もしくは、僕のサムネとかも多分ある程度研究できると思います。そういった感じで、ある程度その先人の知恵ですね、それを活かしながら、自分で取り入れていく。まあ、これがいいと思います。っていうのがまず一つ目ですね。で、繰り返しなんですけど、サムネ最重要、まあ、一番重要だと思っているので、まあ、ここめちゃくちゃ頑張るべきところだと思います。で、続いて YouTube 伸ばすテクニック、二つ目ですね。それが分かりやすいタイトルです。で、タイトルの付け方は、まあ、これは結構個人差あったりするので、全然正解ないんですけど、イメージ的には、サムネの補完っていう感じですね。で、じゃあ具体例出していくと、例えば、こちらですね。で、こちらの動画はまあ結構いい感じに伸びたんですけど、引きこもり稼ぐ方法って書いてあるじゃないですか。で、ここだけ見ると、あ、結構気になるな、みたいな。なんか YouTube をこう、ダラダラ見てる引きこもりの人が、あ、自分も引きこもりたいな、みたいな。この動画ちょっと何なんだろう、みたいな。って思うんですけど、その後に、このサムネだけ見ても、まあなんかちょっと若干ハテナじゃないですか。引きこもり稼ぐ方法って、まあ引きこもりが稼いでるのか、もしくは引きこもりとして稼げる方法を発信されてるのか、ちょっとわかんないですよね。で、そこを、タイトルで保管してるんですね。で、この動画タイトルどうなってるかっていうと、引きこもりつつ稼ぐ方法、9つの方法在宅ワーク特集っていうタイトルですね。っていう感じで、まあ、このタイトル見たら、あ、これ動画見たら多分引きこもりながら稼ぐ方法わかるんだってそこまで理解するじゃないですか。で、そこで改めてこうタップされるんで、そこから視聴者が流れてくるって感じです。で、あと、ここのタイトル付けに関して言うと、まあ、ちょっと一つ面白いデータっていうのがあるんで、それをご紹介すると、アメリカのピューリサーチセンターっていう、まあ、研究機関があるんですね。で、ここが、発表したデータによると、こちらの3つのワードですね。24時間スライムチャレンジ。まあ、こういったワードを入れると、YouTube 内の、動画の再生率ですね。まあ、そういうのが上がったりするらしいですね。なんか一時期スライムチャレンジとか、なんか24時間チャレンジとか、ま、いろいろ流行ったじゃないですか。だからこういうのを入れるとなんか5倍になるっていうデータが出たらしいですね。再生数が5倍になります。まあ、ただこれって完全にジャンルによるなと思っていて、まあ、例えば僕がいきなりスライムチャレンジしたとしても多分再生数5倍にならないと思いますし、あと僕がなんか例えば24時間なんたらチャレンジみたいにしても、まあ、多分そこまで伸びないんですね。だからもちろん分野によっては例えばスライムって入れるとかチャレンジとか24時間って入れると伸びるんですけど、まあ、その教育系なのかビジネス系なのか Vlog なのか、まあ、ジャンルによって変わるので、ここに関しては、まあ、正解というのは存在しないかなと思います。まあ、ただ、ポイントとしては、まず自分で発信するジャンル決めるじゃないですか。で、僕の場合だったら、まあ、教育系ですよね。教育系、ビジネス系、YouTuber。で、そういった人たちを僕は常にチェックしてるんですけど、で、そういった人たちをチェックしながら、あ、最近なんかこういうテーマバズってるな、みたいな。なんかその、これ言葉で説明するのすごい難しいんですけど、時代の流れというか、時代のこう、なんか波みたいなのが結構あるんですよ。だから、この時期っていうのは、この話題がバズりやすいなっていうのがあって、で、参考まで今これ僕は撮影してるのは
2019年年末なんですけど、この時期だと結構その批判、 SNS の批判に関するテーマって結構実は伸びやすかったりするんですね。だからこういうものがあったりして、じゃあなんで SNS の批判が伸びやすいかっていうと、最近その韓国でその批判されたアイドルが死んじゃったりしたから、まだ社会にそういう波が残ったりしてるんですよ。だからこういうのを引き受けながら、あのビジネス系 YouTuber 界隈でも実は伸びやすくなってたりしていて、まあ、ただこういうのってすごい変化していくので、その都度都度であの自分なりにこう分析していくしかないんじゃないかなって感じです。まあ、なので、話を戻しておくと、タイトルの付け方のコツとしては、サムネの保管っていうイメージですね。サムネで引き付けて、で、それをタイトルで保管して、で、それ保管された視聴者っていうのが動画に流れてくる。まあ、この流れを作りましょう。っていう感じです。で、続いて、再生数伸ばすための、3つ目の方法ですね。それが、複数カテゴリーでテストしましょうっていう感じです。で、ここに関して、ここもすごい重要なんですよね。これから YouTube やる人、ぜひ覚えておいてください。で、これ何かっていうと、まあ、いきなり悲しいお知らせなんですけど、YouTube 始めたら、ほぼほぼ失敗します。最初例えば頑張って撮影して、でうわ振動みたいな感じで編集して、でそれでやっと出来上がったみたいな動画1本で多分5時間ぐらいとかかかるんですよ。で5時間ぐらいで動画アップするじゃないですか。じゃあ何回再生されるかって言ったら、まあ、多分リアルに10回とかそんなもんなんですよ。10回5回10回20回とかそんなもんです。で大半の人っていうのは、まあ、それが、まあ、続くわけですよね。例えば5本とか出しても再生数5、5、8、10とか、まあ、そんな感じなんですよ。で、そうなった時に、大体、うわ、もうなんか YouTube きつみたいな、なんか5時間もかけて編集したのに全然伸びないじゃんみたいな、っていう風にこう、ずん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 慣れていっちゃうんですね。まあ、ただここに関して僕の場合だと最初の頃もちろん全然再生伸びなかったんですけど、ただ一つだけ自分の中にマインドっていうのがあって、それ何かっていうと、もう当たり前のように失敗するマインドですね。YouTube 動画出しても見られないでしょみたいな、再生数伸びなくてもまあそうだよねみたいな、もう完全にその失敗することが当たり前っていう風に、まあ、ある種開き直ってるんですね。でこのマインドでどういう風に挑戦をしていくかっていうと、それが複数カテゴリーでこうテストしていく感じです。で参考まで僕の例を出すと、僕もともとブロガーをやっていたん で、それでなんか YouTube これから伸びそうだみたいな感じで、まあ、YouTube に入ってきたんですね。で入ってきた時にもともとブロガーなんで、まあ、それはブログのノウハウを YouTube で出していけばいいじゃないですか。でそれやってみたところぶっちゃけ最初全然反応なかったんですね。でまあ、Twitter でブログの情報を発信すると、まあ、結構反応あったんですよ。で YouTube だともうそれのなんか10分の1とか、まあ、もっと少ないですね。本当に全然なくて、あれ全然伸びないなと思って、まあ、ただその当時の僕っていうのは、まあ、別に失敗しても当たり前じゃんみたいな、その失敗マインドがあったので、だからまあしょうがないから、じゃあ他のいろいろ実験してみるかと思って、ブログと、プログラミングと、アフィリエイトかな、その軸で発信してみたんですね。でそしたら結果として当たったのがプログラミングだったんですね。で今でもその動画結構再生されてるんですけど、アルバイトするよりもプログラミングで稼いだ方がいいですよっていう動画ですね。でこれが、まさかというか当時の僕からしたらすごいまさかだったんですけど、中学生とか高校生にめちゃくちゃ届いて、でその層からチャンネル登録ブワーって増えたんですね。まあ、なのでこういった感じで最初ブログとか発信して伸びなくて、でプログラミングとかアフィリエイトで、まあ、プログラミングで当たったんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、何が当たるか正直わかんないんですね。で最近だとなんかプログラミングの動画出しても実はそんな伸びなかったりして、で最近だとなぜかブログがまた伸びてきたりみたいな、まあ、こういった感じでもう結構あやふやなんですよ。だからまあこういった時にまあ基本失敗するみたいな、で失敗するから複数カテゴリーでテストしよう。でテストするときにある種実験マインドっていう風に僕は呼んでるんですけど、これ実験だなと思って、失敗してもこの実験失敗したからみたいな、じゃあ次の実験やろうみたいな、全然心が打たれ強くなるので、これすごいおすすめです。はい、続いて4つ目が、有名人の関連枠を狙うですね。で、ここに関してちょっと参考例出していこうと思うんですけど、それがこちらの通りで、ホリエモンがいて、そのホリエモンの横にその関連動画あるじゃないですか。で、要するにここを狙うわけですね。で、この動画ちょっとタイトルちっちゃくて見えないと思うんですけど、なんか手取り14万クソだみたいな、まあ、ホリエモンがこう語ってるやつなんですね。で、そこに関して、じゃあどういう動画を被せに行くかっていうと、手取り14万から抜け出す方法とかですね。まあ、こういった感じで、まあ、小判ザメ戦法なんですけど、有名人とか何か発信したらこう世間にこう波が起きるじゃないですか。でその波の余波をこう吸い取っていくような、まあ、そういったすごいちっちゃい生き方な人の戦略ですね。まあ、ただ僕も含め多分この動画見てる方って、まあ、そんな有名な人いないと思うんですね。だから有名じゃないんだったら有名じゃないなりに小判ザメ戦法でも何でもいいので、まあ、金魚の糞みたいな感じでこう大きいものに長いものに巻かれろですかね。まあ、そういった感じでまあ、ずる賢く再生数を稼いでいく、やっぱりそうい
うことをしていかないと伸びないと思うので、最初から有名に絶対になれないですね。そういってこう段階を踏んで上がっていく必要があるので、小判ザメ戦法、有名人の関連枠を狙う、これもすごいおすすめです。であと参考までもう少しだけちょっと例を出していくと、例えば、はじめ社長が昔スライム風呂とかでバズったりしてたじゃないですか。でそうなった時に自分もスライム風呂やってもいいんですけど、あの当時って多分スライム風呂やった人結構多かったじゃないですか。だからそこは人ひねり加えた方がよくて、例えばスライム風呂がバズりました。そしたらじゃスライム風呂に、かかる費用っていうのを徹底解剖したみたいな、例えばこういう動画を当てていくとかですね。であと例えば他に例を出していくと、ビジネス系の話で言うと、最近ソフトバンクのビジョンファンドっていうのが、結構すごい損失を出したりしてるんですね。だからそういったニュースが出たら、それを自分で解説していくとかですね、そういうのも結構ありだと思います。ただこのいわゆるその有名人のバズに乗る戦略ですね。でこの戦略のポイントとしては、必ず自分の専門領域のバズに乗っかることですね。だから例えばそのスライム風呂がどんなにバズってようが、いや僕は絶対スライム風呂に入る必要はなくて、なんでかっていうと、僕はそのビジネス系とか教育系の、領域で戦っているので、別の畑のバズというのは、バズとかには乗れないわけですね。だからここをごっちゃにしてしまうと、なんかよくわかんない人になりますよね。だからここも注意してください。で、続いて、5つ目ですね、アクセス解析を見る。で、ここ多分気になっている方多いと思うんですけど、ここも、やり方すごいシンプルなんですね。で、実際に、もしかしたら僕はすごい分析してるっていうふうに思われるかもしれないんですけど、僕、YouTube の分析って今からお話しする3つぐらいしか本当にやってないんですよ。でこれをお話しすると、最初に結論から言うと、それがこちらの3つですね。で初動からの伸び率で、チャンネル登録数で、あとは視聴者の維持率、この3つっていうのに僕は着目しています。で一番最初の、初動からの伸び率、正直ここが一番最重要だと思ってるんですけど、ちょっとこちらの動画見てください。でこれが、YouTube のアナリティクスの画面ですね。データ分析の画面見れるじゃないですか。でそこで、個別動画の場所をクリックしていくと、こういう画面に行くんですね。でそれでなんていうんですかね、ちょっとバズったような動画が出ると YouTube 側からメッセージが届いてるんですよ。でこの動画伸びてますみたいな、視聴者からいい風に評価されているので、ホーム画面とかでの露出も増えてますみたいな感じで、これ要するに何かっていうと、YouTuber の仕事っていうのは Google のアルゴリズムにうまく乗っかることなんですね。でまさにその Google の手のひら、 Google イコール YouTube って Google が運営してるじゃないですか。だから要するに Google の手のひらでこう転がされてるんですよね。で僕もその今 Google の手のひらでこう転がされてる状態で、コロコロされる方は全然よくて、でされればされるほど雪だるまみたいな感じで、どんどん大きくなったりするので、でそれでちょっと今の例え話全然分かんなかったかもしれないんですけど、要するに何かっていうと、僕たちとか、これから YouTube やる方の仕事っていうのは、動画を発信して、もちろん視聴者の方に喜んでもらう、これはもちろんベストなんですけど、その際に Google の、YouTube ですね、 YouTube のネットワークにうまく乗っかる必要があるんですね。じゃあ YouTube のネットワークにうまく乗っかるにはこれどうすべきかっていうと、 YouTube がちゃんと評価してくれる動画を作ること、これがすごい大切です。でこれすごいネタバレなんですけど、最近の教育系 YouTuber、 ビジネス系 YouTuber、 僕のジャンルですね、このジャンルで伸びたいんだったら、もうこれ結論、なるべく長めのセミナー動画とか解説動画、正直僕のこの動画も長いじゃないですか。でなんで長くしてるかっていうと、こういうがっつりな動画を作ると YouTube 側から結構その恩恵を受けるというか、 YouTube がこういいねって言ってもらえて、でいいねって言ってもらうと、そうするとその YouTube がアルゴリズムでこう僕の動画をこう表に結構出してくれるんですよ。で表に出してもらえると僕のチャンネルの登録者が増えるみたいな、こういう仕組みですね。でこれを判断する際に、この初動の伸び率めちゃくちゃ重要なんですね。で初動が伸びていくと、そのまま YouTube に評価されて、でそのままこううまく拡散されたりするんですね。だからここすごい覚えておいてください。であとここに関してすごい重要なんで、もう少し補足しておくと、YouTube のアナリティクスの画面に行って、で先ほどのこの初動間の伸び率の画像あったじゃないですか。でもう一回載せておくんですけど、この画像でこういうメッセージが YouTube が届かないよって方も多いと思います。でそういった場合はまだ再生数がそんな増えないとこのメッセージって届かないんですね。なので届かないんだったら、自分なりに初動の伸び率っていうのはグラフでこう確認することができるので、どういう動画がこう最初の例えば1時間2時間3時間でいっぱい再生されるだろうっていう、最初の1時間2時間3時間、ここめっちゃ着目してください。これすごい重要ですね。
で続いて2つ目ですね、チャンネル登録数です。でここに関してもちょっと画像を用意してきたんですけど、それはこちらの通りですね。でこれも先ほどの分析方法も今回の分析方法も一緒なんですけど、重要なことは全て動画単位で見ることですね。で動画を出すごとにこの動画から何人チャンネル登録が伸びたかって全部わかるんですね。だから要するに大半の人っていうのはアナリティクスのトップ画面だけ見てるんですね。例えば、昨日はなんかチャンネル登録10人増えたなとか、昨日はなんか100人増えたなとか、まあ、こういった感じでざっくりのなんか情報だけ見てるんですね。でもそれって全然意味がなくて、完全に意味ないとは言わないんですけど、結論、どの動画からチャンネル登録が伸びていったかっていう、その全て森を見るんじゃなくて木を見ていくんですね。この木の枝っていうのを見ていって、でそれでこの動画はチャンネル登録めっちゃ伸びんだみたいな、一方でこの動画はチャンネル登録全然伸びないんだっていう、まあ、そういうのを一つ一つ確認していく。これすごい大切です。で、あとここに関してこれもすごいネタバレなんですけど、正直言ってしまうと YouTube ってチャンネル登録が伸びる動画と伸びない動画ってこれ、まあ、2つに分かれるんですね。で僕のチャンネルの例で言うとビジネス系 YouTuber のチャンネルですね。で言うと、セミナー動画とかだとチャンネル伸びるんですね。一方でセミナー動画以外の動画ですね、こちらチャンネル登録ほぼほぼ伸びないんですね。で比率どれぐらいかっていうと、8対2かもしくは9対1ぐらいですね。だから正直僕のチャンネルってこうチャンネル登録伸びていったりしてるんですけど、ほぼほぼセミナーとか長編動画、まあ、こっちで伸びていて、他の動画ってほぼ伸びてなかったりするんですね。でこういう事実に気づけたりします。だからまあここまで見た方かなりラッキーだと思うんですけど、まあ、この法則っていうのは自分のチャンネルのその分野で活用するだけです。ってことはYouTube のアルゴリズムに好まれる動画の作り方っていうのをまず探っていくじゃないですか。でそれを見つけて、例えば普段は動画を出してもチャンネル登録2人しか増えないのに、ある動画を出したら10人増えたとしますよね。そしたらもう10人増える動画の形でどんどん量産していく、これが実は最適解だったりします。はい、続いて3つ目が、視聴者の維持率ですね。で、ここも、YouTube のアナリティクスから見れます。で、画像を用意しました。こちらの通りですね。で、この赤枠ついてるじゃないですか。で、ここに、視聴維持率っていう数字がありますね。で、ここに関しても、視聴者がどれぐらいこう最後まで動画を見てくれたかっていう指標なんですけど、僕の場合だと 40% っていうのを一応基準にしています。いろんな動画っていうのを分析していった結果、40% ぐらい維持できてれば、まあ、結構その動画から、収益が発生していたりとか、チャンネル登録伸びたりしてるんですね。だからこれは、チャンネルによって変わってくると思うので、あくまで 40% っていうのは目安ですね。だからここは自分なりに分析してみてください。はい、という感じで、アクセス解析の方法ですね。これ3つ解説したんですけど、まあ、ここだけでも多分めちゃくちゃ有益だったと思います。で、もし1回で理解できなかったら、このパートだけでも繰り返してみてほしいんですけど、もう1回繰り返しておくと、1つ目が初動からの伸び率。で、2つ目がチャンネル登録数。で、3つ目が視聴者の維持率ですね。で、このあたりっていうのを、繰り返しなんですけど、動画1個1個で見ていくんですね。木を見るんじゃなくて、木のこう枝からこう、ちゃんとしっかり全部見ていく。ということで、すごい見える世界が変わると思います。なので、これぜひやってみてください。というわけで、続いて6個目ですね。コメントの回答動画を作る。でこれもすごいやりやすい方法 で具体的に僕のこれ成功体験があるんですけど、それがこちらの通りですね。で、タイトルがブログ毎日更新稼げますっていうタイトルじゃないですか。タイトルというかサムネイルですよね。でこれってなんで僕がブログの毎日更新したら稼げるかみたいな動画を作ったかっていうと、単純にコメントが来たんですね。 YouTube でブログについて語っていたら、まあ、視聴者さんのコメントで、365日毎日更新したら果たして稼げますかみたいな、なんか考えを聞かせてくださいみたいな来たんで、まあ、それそのまま答えたんですね。で、そしたら、今となったらこれ結構人気動画になって、まあ、なので、要するに何が言いたいかっていうと、コメント欄って結構ニーズの塊なんですね。だから、コメントそんな見ないって方もいるんですけど、僕の場合だと普通にシンプルにコメントついたら嬉しいので、基本全部見てるんですね。で、全部見ているし、まあ、面白いなと思ったコメントとか、いいなと思ったコメントは自分でライクしに行ったりとかしていて、でプラスでそこにはその視聴者の方のニーズがあると思っているので、そこでこれいいなと思ったら実際そこから動画を作っていくっていうこともやっています。で、これすごいいいやり方なんですけど、まあ、ただ一つだけ注意点あって、それ何かっていうと、コメントを全て鵜呑みにするのはダメっていうことです。でこれ考えてみたら分かるんですけど、コメントする方って多分そのチャンネル相当好きな方じゃないですか。でこれ僕もすごい気持ち分かるんですけど、僕は中学生の頃とかもずっと引き
きこもりみたいな感じでずっとゲームやっていて、でゲームやって疲れたと思ったらニコ動とか見に行ってたんですね。でニコ動で当時だと、YouTuber じゃなくてニコ生主みたいな、まあなんか毎日生放送してる人たちがいて、でまあ暇だから見に行くじゃないですか。でなんかこうまた来ましたとか言って、当時の僕その生主に結構コメントとかしてたんですけど、まあ要するにそれと同じ感じで、こう毎日見てる人ってその配信者の普通になんかコアファンになってるんですよね。で昔僕もその配信者のコアファンになってたんで、いつもなんかお疲れですとか送ってたんですけど、まあそういったファンになった人ってその配信者の、まあ、日常が見たいとか、もっとなんかどうでもいい話してくださいとか、なんて言うんですかね、その興味関心がその人が発信する情報じゃなくてもうその人自身になってますよね。でこれがまあファン化してる状態なんですけど、もしかしたらこの僕のチャンネル見てる方で、まあ、毎日見てくださってる方はもちろんありがたいんですけど、その毎日見てる方でもファンになってる人っていうのは一定数いると思っていて、でファンになってしまうと、例えば僕のその日常生活気になるみたいな、例えば今ここどこにいるのみたいな、この椅子何みたいな感じで、でなんか後ろにバッグあるけど何とか、今バンコクなのかとか、多分そういうのですよね。でこれ水飲んでんですけど、どんな水飲んでんのみたいな、まあ、徐々にその僕が発信する情報じゃなくて僕自身に興味関心が向いている状態ですね。でこういったファンの方がコメントをしてくださるのはもちろん嬉しいんですけど、まあ、ただすごい残念というか申し訳ないお知らせで、そういったファンの方がまあ、もっと日常を見せてくださいとか、もっとなんかどうでもいい話してくださいとかコメントに書かれるんですけど、僕はそういうの鵜呑みしていなくて、正直で、もしかしたら将来的にサブチャンネルの方でやると思うんですけど、そういうくだらない話ですね。でメインチャンネルなんで、これはあくまで有益な方に特化していて、ですいません、ちょっと話長くなっちゃって申し訳ないんですけど、要するにそのファンの言ってることっていうのを鵜呑みして発信してしまうと、そのファンたちは喜ぶんですけど、ただファンって全体の 5% ぐらいなんですよ。だから残りの 95% 離れていくんですよね。だから例えば僕がどうでもいいような、例えば海に行く動画みたいな。で、もしかしたらこの動画見てるうちの 5% の方は、なんか僕がこう海でこう泳いでる動画みたいに見るかもしれないんですけど、95% は、いやなんでこいつ泳いでんだろうみたいな。なんか普通にもっとブログの話しろよとか多分思うんですよね。だから、コメント欄からニーズを汲み取るのはすごい大切なんですけど、全部飲みすんな NG っていう、まあ、ここも覚えておいてください。はい、というわけで、今回ちょっと長くなっちゃって申し訳ないんですけど、あと3つですね、続けていきます。で、7個目っていうのが、公開時間をテストするですね。で、これ、先ほど、YouTube のアクセス解析の話で、初動が大切って話したじゃないですか。で、YouTube の世界って、初動でこう、うまくこう、波に乗ることができると、例えてしまうと、サーフィンに似てますね。こう、波がザバンってくるじゃないですか。で、言ってしまうと、YouTube の大体7時台って結構、夜の7時ですね。こう、波が起きると、なんですね、いろんな人がこう会社から帰ってきて、うわ疲れたみたいな、上司うぜえみたいな、まあ一旦 YouTube 見るかみたいな感じでこう YouTube 開くじゃないですか。でそれが7時とか8時なんですね。だからそこで波起きるじゃないですか。なんかそこでできれば動画を公開した方がいいんです。そうするとこううまく乗っていくじゃないですか。でそうすると初動が良くなっていって、で初動がいいと YouTube の、まあ、YouTube さんから、あこの動画いいですねみたいな、じゃあもっと広げておきますよみたいな感じで、でこう初動にこううまく波に乗っかれるとそのまま行くんですね。でこれがいいパターンです。で一方で、例えばじゃあ朝の5時とかに YouTube 動画を公開するじゃないですか。でどうなるかっていうと、もう完全にこう波がシーンとしてるというか、もしくはこのなんていうんですか、海ってこう潮が満ちるって言ってこう水なくなっちゃうじゃないですか。だから5時ぐらいってもしかしたら水すらないんですよ。だからそこにこう動画をポンって落としたとしても、もう砂浜じゃないですか、全然動かないみたいな。でこういう状態になっちゃって全然波乗りできないんですね。まあなのでここに関しては、まあここも多分動画のチャンネルというかジャンルですねよって変わるんですけど、僕はいろいろテストしたんですね。12時と19時と22時かなぐらいテストしたんですけど、やっぱり初動がいいのは19時なんですね。だから今後もちょこちょこちょっと変えてテストしようと思ってるんですけど、自分が例えばじゃあ Vlog 系の YouTuber なのか旅系なのかわからないですけど、この動画見てる方が自分のその畑ですよね、自分のジャンルの場合だったら、まあ、どこでこの波が起こるんだろうっていう、でその波にこうどうやったらこううまいタイミングで乗っかれるかなっていう、でその最適な時間ですね、それを探してみてください。であともしかすると誰も公開してない時間にこう公開すれば競合いないから再生されんじゃねえみたいな、そういうふうに思う方いるかもしれないんですけど、まあ、僕も一時期そう思ってたんですね。だからちょっと誰も公開しないような時間に動画公開とかもしたんですけど、まあ、それ
で結論どうなるかっていうと、もう先ほど波の話と一緒ですね。誰も公開してない時は、その時って YouTube に人が少ないんですよ。だから人が少ないんで、そこでやっても、もう潮が満ちてる状態、砂浜ですね。砂浜にこう、貝殻を投げる感じで、まあ、そしたらポトって落ちて終わりですよね。でやっぱりこう波が始まる時にそこに貝殻を投げないと、やっぱりこう乗っていかないので、ここ注意してください。はい、続いて8個目が再生リストの整理と誘導ですね。でここに関しては、お客さんがこう視聴者がこう見に来るじゃないですか。で 見に来てくれた人に、何回も動画を見てもらう施策ですね。で僕の場合で言うと再生リストっていうのがあって、でそれでそこに、稼ぐ方法の話とか、あとは、フリーランスの話、プログラミングの話、ブログの話みたいな、そのジャンルごとにカテゴリ分けして再生リストを作ってるんですね。だからこの動画見てる方もぜひそこから再生リストをいろいろ見てほしいんですけど、今僕がこのいろいろ見てくださいって言ったじゃないですか。でここがまさにポイントで、要するにその僕が動画内で、例えばじゃあブログのテーマについて話すじゃないですか。じゃあ2020年ブログはこうやったら稼げますみたいな、まあ、こういう動画を出したりしますよね。で、2020年の戦略はこれですけど、まあ、ただ、2020年の戦略だけじゃなくて、昔の戦略も知っておくべきですみたいな。で昔の戦略を知るには、僕のブログの再生リストを今すぐ見ましょうみたいな。っていう感じで訴求をしたら、まあ、その動画見てくださった方の何名かが再生リスト流れますよね。っていうことは、1人のお客さんが、例えば2本の動画を見る。もしくは1人のお客さんが5本の動画を見る。10分の動画を見る。ってなったら再生数めっちゃ上がりますよね。だこれもぜひやった方がいいですね。だイメージ的には、ちゃんと動画をこうカテゴリ分けして、こう整理しておくことですね。で、それでお客さんが、この人の動画有益だな、みたいな。過去動画をこう漁ってみようってなった時に、その本棚っていうか、その、まあ、倉庫みたいな感じですか、ね。まあ、その本棚がこうちゃんと整理されていて、あ、ここの動画見てみようみたいな、こうピックアップしやすいような状態、まあ、それを作っていくといいと思います。で続いて9個目っていうのが、無駄に長い動画は NG ですね。で、これよくあるダメな例としては、なんか頑張って10分を超えようとする動画ですね。で、なんでみんな10分超えさせたいかっていうと、10分超えると広告もう1個入れれるじゃないですか。まあ、なので、YouTuber 側としては10分超えてると、こう、2つ入れれるから収益が結構、まあ、倍増まではいかないけど、結構伸ばせたりするんですね。だから、この性質を使って、無駄にこう長くする人いるんですけど、まあ、ただこれって全然良くないですよね。で言うまでもなく視聴者が全然無視されてるじゃないですか。だからもちろん僕はやったことないんですけど、もしこれからなんかあえてちょっと10分を超すような動画を作るみたいな、まあ、そういうことをすると、逆にあこいつの動画なんかダラダラ喋ってるしなんかつまんないからもう閉じようみたいな感じで離れていっちゃいますよね。でそしたらこれそれ元も子もないので、別に初心者でも全然長い動画作っていいと思います。僕もYouTube 始めたばっかの頃、SEO の完全動画みたいな感じで、多分あれ1時間ぐらいあるのかな、1時間ぐらいセミナー動画とかボンって上げたりしてるんですね。まあ、ただ長くても中身が濃かったら、ちゃんと再生されます。まあ、なので、長いのがダメっていうよりも、無駄に長い動画がダメっていう感じです。あと、少しだけポイントというかテクニック的な話をすると、まあ、ちょっと動画長いんだったら、できれば目次入れた方がいいですよね。まあ、だから、長さが NG ではなくて、意味のある長さを作りましょうっていう、まあ、こういうのも覚えておいてください。で、はい、続いて長くなってしまったんですけど、一番最後ですね、タグの入力もしっかりしましょう。で、ここに関して言うと、まあ、正直これ僕の見解も結構あるんですけど、タグの重要性っていうのは今後どんどん下がっていくと思います。で、なんでかっていうと、YouTube 側がどんどん学習をしていって、で、それで、タグとかっていうのはなくても、動画の中身っていうのはある程度こう予測できるような、アルゴリズムが作られていくからですね。だから、まあ、タグ僕そんな頑張らなくていいと思うんですけど、まあ、ただ、ここに関して、やり方としては、基本的に、上位プレイヤーのタグの入れ方っていうのを、まあ、とりあえず真似しておけばいいと思います。で、僕もある程度真似しているんですけど、まあ、タグをこうしっかり入れていくことによって、多少は効果あるんじゃないかなって感じです。で、その際に上位プレイヤーのタグを真似したいじゃないですか。で、真似するときに、タグをこう、うまく表示するツールがあるんですね。で、それが、こちらなんですけど、ソーシャルブレードっていうツールで、これパソコン専用ですね、PC の、Chrome とあとサファリもあるのかな、に、拡張機能っていうのを入れると、タグを見ることができます。だから、これから YouTube やる方、もしくはやらない方でも全然入れといていいと思うので、このツールすごいおすすめなので、ぜひ調べてみてください。
はい、というわけで、今回ちょっと長くなっちゃったんですけど、もう一回まとめておくと、こちらの通りですね、YouTube を伸ばすテクニック10選。で、上から順番に価値が伝わるサムネ。で、わかりやすいタイトル。複数カテゴリーでテスト。で、有名人の関連枠を狙う。で、アクセス解析を見る。コメント回答動画を作る。で、公開時間をテストする。再生リストの整理と誘導。あと、無駄に長い動画は NG で、タグの入力もしっかり。まあ、こういった感じですね。で、この10個っていうのが、本当に多分全部やれば普通に伸びると思うんですね。だから1回で理解できなかったらもう1回繰り返し見ていただくか、もしくは、その分かんない部分だけ巻き戻してみていただくみたいな、まあ、そんな感じだと嬉しいなと思います。で、以上なんですけど、最後にちょっともう一つだけ追加したくて、それ何かっていうと、本質を学んでほしいっていうところですね。で、正直今回お話したテクニックっていうのはちゃんとやっていけばもちろん伸びるんですけど、まあ、ただある程度その本質理解っていうのはできていないと、やっぱりそのテクニックだけじゃきついと思うんですね。で、本質っていうのがベースにあって、でその上にテクニックが乗っかっていて、でそれでテクニックの効果が出るっていう感じです。まあ、なのでどうしても大半の方っていうのはテクニック好むんですけど、まあ、それ以外にも本質解説の動画っていうのを僕の方で作っていますので、それがこちらですね。で、こちらの動画も概要欄に載せています。だからそちらも、ぜひセットでご覧ください。はい、というわけで今回これぐらいにしようと思います。で、僕のチャンネルでは普段こういった感じで YouTube に関する話、ブログ、あとはプログラミングですね、このあたりにフォーカスして発信をしています。で、もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。というわけで以上となります。さよなら。